ご覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。フランス対東方、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、フランス4人で中盤を構成する形になっています。フィールドのアーティスト、ピエール君とキャノンシューターナポレオン君のホットラインは要注目。そして守備の要、ジャン君が後方を支えます。そしてアウェーサイド、東方ツートップで前線を組む布陣となっています。最後方の若島津君を中心とした堅固な守備からテクニシャンの沢田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを仕留めます。いよいよ試合開始です。オッケー、試合開始です。ヤマス君スライディングでカット、横に倒してスーパー、あっと奪い返した。ピエール君華麗なルーレットでオフロー、コメッシ君横に倒してスーパー、まずいやったよ、すり抜けた、いけ、鋭いスライディング、どうだ古田君素早く横に倒す、まずいぞ、ドロンラ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 、こういうガールセル君激しいタックル、カッシュ君ボールダッシュ成功、やらして振り切った、ジャン君ここは抜かせません。ジャンプトンボクラルーチュ、ジョルジュ君これは必殺のロングパスだ、ナポレオン君ナイストラップ、ボロクシア、コリエル君ここは抜かせません。これはどんな流れを見せてくるのか、ここでワンツーパス、ピエール君スペースにパスを出した、ジャッジが違った、川口君パスを出します、ジョルジュ君激しいタックル、ブラボー君狙い澄ましたパスを送る、ピエール君美しいターンでいなした、ほら食らえ、川部君ボールを狙うも届く、ナイスプレーだ、ボロクシア止めた、かざして振り切った、ボロクシア、マスク君横にかわして突破、やったー、初日にかわしていく、まずいぞ、ドリブルで突破、マスク君敵のナイスプレーだ、アーパイクとムストムスでおいけるだ、ドリブルでボールを運ぶ、横をすり抜けた、ボールを奪った、長い距離のスルーパス、このタックルは不発に終わります。川部君ボールを狙うも届かない、高島君スライディングでカット、マルセル君ボールダッシュ成功、高島君ボールを狙うも届かない、ここから一気に攻め込みたいところ、ナポレオン君連続止められるもんなら止めてみろ、キャノンシュートか、いやキャノンシュートだ、究極の砲弾が放たれた、若島津君ボールはまだ生きている、ボッシ君ボールを奪うことができません、フランスへここは戻ります、東方ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか、オッケー、前半もすでに15分が経過しました。ナポレオン。ここからさらに白熱した展開が期待されます。チャージが決まった。だだなーがじゃ。はまりました。素早く横にかわす。敵陣。なんだと。取りますん。ゴールシュート。このボールに飛びつく。不正だ。俺たちの戦い方を見せるぞ、チーム全員での一斉突撃だ、フェレーリ君横にかわして突破、あっとドリブルを見送る、スライディングで止めた、沢田君タックルも決めた、
鋭い風をかけてゴールを狙う。青野くん、ここのシュートに反応している。ギーラセアル、このパスをトラップ。くらえ、止められない。まずい。くらえ、こいつだ。がナポレオン君、ここからチャンスを作れるか。河辺君、ここで止めた。あだリレーヒキッボーイス、見たか、フェイント。おい、ユーガードボーイス、ヒューガードボーイス、ここからチャンスを作れるか。ナイスプレー。ボッチ君、横にかわして、これこれはそう、まずい。かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決めた。あー、いいとこ取りますからね。もらった、フェイント。おいおいおい、フェイントはなんだと。もらった、フェイント。これはなんだと。おい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 、レオタイガーコット。アウロ君、このシュートに反応している。ゴールを守った。シーアウト、ユガアンジン、ドリブルと見せかけて。沢田君、ここは抜かせません。あー、やっぱりね。ゴールドくん、タックルを決めた。小池くん、ここは抜かせません。横をすり抜けた。沢田くん、パスを回す。チャージが決まった。ナポレオン、それ。はい、ここでパスカット。ナポレオンくん、ボールを成功。マッキくん、ボールを奪うことができません。ピエール。美しいターンでいなした。華麗なルーレットで本物。ナイスプレーだ。渾身のシュート。ビジューが華麗にフィールドを舞う。一層してここで必殺と一撃を叩き込んで。中島くん、このシュートに反応している。はっ、スライディング。前半を終えて未だ同点。ここからさらなる激闘が繰り広げられるのか。さあ、注目の後半戦。長いパスを通った。星くん、激しいタックル。横を突き抜けた。小池くん、スライディングでカット。素早く横を振る。これを抜けた。チャージが決まった。ここでスルーパス。守備陣の隙間を狙う中島くん、激しいタックル。チャージが決まった。もらったぞ。くそ、それ。鋭いスライディング。横をすり抜けた。かわして振り切った。ガナスや柴田くん、次に回っていく。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。攻めるぞ、みんな。チーム全員での一斉突撃だ。守備陣の隙間を狙う。ソリマチ君、素早く横にかわす。それ。ボールを運ぶ。ナイスプレー。ナイスプレー。行くぞ。タックルが炸裂。小池君、ここはパスを出した。チャージが決まった。ボッシ君、スルーパスを狙う。オラオラ。ナポレオン君、スライディングでカット。よし。あと、ドリブルを見送る。鋭いスライディング。マルセル君、ここは抜かせません。鋭い回転をかけてゴールを狙う。中島君、これをブロックに行く。体を張ってボールを止めた。パスを出します。ゲーゲーゲー。ゴール君、激しいタックル。華麗なルーレットで翻弄。美しいターン。まずい。華麗なルーレットで翻弄。行くぞ。ここから一気に攻め込みたいところ。体ごとぶつかっていった。あー、ミスエネルギーでボーシ。小池くん、もうボールを持った。ナポレオンくん、激しいタックル。よし、キャロン、これだ。キャロンホープのシュートだ。このシュートを体で止めるつもりだ。あーと、ブロックを粉砕。ミスアンチョロヤンプロジニア、これは警察だ。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。これは一騎打ちだ。これは互角の勝負だ。空高くで火花を散らす。ピエール君、この大一番を制する。今井君、こぼれ球をキープ。なめるな。フェイント、いけ。いやー、ピエール君、
派手しいサックル、華麗なルーレットで翻弄、やった。ゴッシュ君スライディングでカット、カタシマ君激しいタックル、チャージが決まった、いけ。はっ、ミネル君華麗なルーレットで翻弄、小池君はタオルを狙うが届かない、それよし、フェイントだ、おっと、攻守交代だ。ヒューガ君、ここは抜かせません。体とぶつかっていった、パスを出します。さあ、ピエール君、美しいターンでいなした。高島君、ボールを奪うことができません。ドドンジだ。なんだと、振り抜けた。ヘルト君、必殺のシュートでゴールを狙う。ダイビングキャッチで抑えた。それ、沢田君、素早く横の顔する。あっ、フェイントだ。ドゴール君、激しいタックル、あっ、かわした。ボッシュ君、ボールアップシュートを放った。若島津君、これはキャッチできない。柴田君、素早く横にかわする。ダメだ、フェイントだ。ミネール君、激しいタックル、華麗なルーレットで翻弄。ピエール君、パスを出します。結構横をすり抜けた、止められない。ナイス、ここからシュートに乗っていくんだ。ボッシュ君、一発のシュートでゴールを狙う。大きくクリア。あらま、ヒューガ君、こぼれ球をキープ。ピエール君、激しいタックル、ここが勝負どころだ。チーム全員の一斉突撃だ。体ごとぶつかっていった。ドリブルでボールを運ぶ。ボッシュ君、ワンタッチで送る。センターラインを越えて攻め込む。やった、ボッシュ君シュート。パントキックで大きく蹴り出した。沢田君、横にかわして突破。見たか、止められない。ナイスプレー。おいおいおい、チャンスを作るぞ。レオタイガーカット、シュート、ピエール君、このシュートに反応、ブロックだ。ボールの勢いも止められない。そのらったぞ、ラリー。見てね、パリンガンチャンにルーネーテルボス、横をすり抜けた。ボッシュ君、ここは勝負を避けた。マルセル君、ここは抜かせません。それは、両者一歩も譲らず、試合は延長戦へと突入します。さあ、試合はいよいよ延長戦に突入しました。沢田君、スライディングでカット。マルセル君、ここは抜かせません。ここでスルーパス、いや、どうだ。中根君、なんだと、マット君、ボールを奪うことができません。ナイス、いや、カレラ、ナポレオン君、全力のシュートまで打ち切られる。一発のシュートでゴールを奪う。シュート、中根君、このシュートを正面から受け止める。ボールはまだ生きている。ゴールライン、フランス、これを得点に結びつけられるか。どちらが先に触れるか。あーっと、この位置でパスカット。ピエール君、ここは抜かせません。美しいターンでいなした。ピエール君、美しいフォームでライン、ボールを取る。若島津君、ボールはまだ生きている。古田君、ボールを奪うことができません。フリーキックからのリスタート。sikit lagi bagi tendangan ke dalam. Yoshi 君、横にかわして突破。センターラインを越えて攻め込む。小池君、このスライディングが決まった。スライディングで止めた。パスを回す。よし。ラボレオ君、全身の力を振るシュートだ。懸命に得意のボールを振ってのセーブだ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。それ、このタックルは取らずに終わります。
ピエール、それ美しいターンでいなした華麗なルーレットで、ほんなんだって見せてやるぞ、華麗な足取りスライダーシュートだ。ここだ若島津くん、これを止めるのは厳しいか。ほらギーワーやらばたよっしゃ決まった行けルストくん、パスを回す、アートドリブルを見送る、横を振り抜けた、チャージが決まった。俺たちの戦い方を見せるぞ。チーム全員での一斉突撃だ。体ごとぶつかっていった。ドリカ君、このスライディングが決まった。抜けると思うな。激しいタックル、このタックルは不発に終わります。ドリカ、ここで審判笛を吹きます。前半終了です。さあ、いよいよ延長戦も後半です。モッシュ君、激しいタックル、ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。ここでパスを出す、かわして振り切った。チャージが決まった。ピエール君、美しいターンでいなした。なんだと、チャージが決まった。みんなの頑張り無駄にはしない。勝利の一撃を狙うか。かわして振り切った。よっしゃ、風ごとぶつかっていった。鋭いスライディング、柴野くん、ここはパスを出した。よし、ブラボーくん、ここは抜かせません。バーゲー、ドリブルでボールを運ぶ。ピエール、美しいフォームから豪快にボールを振り抜いた。お見事、華麗に止めた。このパスは通らない。このタックルは不発に終わります。澤田くん、ここは抜かせません。ドリブルくん、スライディングで勝つ。タックルが炸裂。小池くん、横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。小池くん、横にかわして突破。ジャンくん、激しいタックル。タックルが炸裂。敵陣へ攻め込みます。ナポレオン君、いいぞ。よし、この戦いの力を込めたキャロシュートだ。これを止めるのは厳しいか。ゴール隅に突き刺さった。よっしゃ、見たか俺の力。よしよし、僕は狙った。もっと抜けると思うな。よし、うわわ、よし、もらったぜキャロンシュートだ。それ、もう攻めるしかありません。リーダーにガーリボス、ブラザー君、横にかわして突破。チャージが決まった。ここはパスを出した。いやどうだ。ナポレオン君、ナイスプレー。全力のこいつで打ち砕ける。全ての力をボールに乗せ、マシュート、巨大なボールを打った。若島津くん、このシュートに反応している。それ、やったぞ。ここからカウンターを仕掛ける。ピエール君、激しいタックル。華麗なルーレットで翻弄。澤田君、ここは抜かせません。ピエール君、パスを回す。どうだ。フランス、長きにわたる死闘を制し、ついに勝利の凱歌を上げました。